こんにちは、のぶです、では513日目ネクロールチャレンジ連続15回ということで今日もやっていきたいと思います。昨日の動画見てて思ったのが、なんかこう結構上半身がこうすごいなんかこんな感じでこう動いちゃってるので、なんかこう上手い人の動画見てるとそんなに動いてないんですよね。やっぱコンパクトに回してるというところで、で自分はこうセットして、なんだろう、こうボールをセットして、でここ回すときに結構こっちの足が伸びきっちゃってるんですよね。こう回したときに伸びきっちゃってて、伸びきっちゃってるとやっぱりボールに力がこう伝わりにくいので、だからそんなにこう、なんだろう、ここまでこう上半身をそんなにこう、なんだろうな、動かさなくてもいいんじゃないかなって、思いました。まあ正解かどうかは分かんないんですが、ちょっと違う風というか、そんなにここまでいかなくって、本当にこうそのアルファベットの J の字、こう J の字で やってみようかなと。すごいここまでいくとやっぱりなんか、ちょっと動きが結構大きすぎるのかなと思いました。というところで早速いきたいと思います。まあこれが合ってるかどうか分かんないんですが、やってみたいと思います。なんでキャッチしよう、ちゃんと。Amen.